中国海警局の動きが、2022年になってもかなり活発なことは、日本の軍事関係者や政治評論家の間でも、かなり注目されているよ。北京オリンピックの開催を控えて、平和的なムードを醸し出していたかに思えた中国だったんだけどな。残念ながら気のせいだったな。尖閣諸島や南シナ海において活発な軍事行動をとっており、それにロシアが呼応して共にアメリカを牽制する動きを見せるなど、平和の祭典オリンピックの開催とは相入れられない状況に陥っているぜ。そんな尖閣諸島において、日本とアメリカはある決意を固めたとも言われているんだ。特に日本においては、武器の使用を容認してでも中国海警局の横暴を阻止しようとする動きがあるようで、中国関係者からも本当に日本はやる気なのかと探りが入っているとも言われているみたい。今回は、尖閣諸島で暗躍する中国海警局と、それに対抗しようとする日本とアメリカの動向について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年現在、尖閣諸島周辺における中国海警局の横暴な行動は、日増しにエスカレートしていると言っても過言ではないよね。2021年になってからは、尖閣諸島周辺の領海に中国公船の侵入がいつものように行われている状況で、領海の外側にあたる接続水域への侵入まで含めると、2020年4月からは連続111日間にわたって侵入を繰り返してきた事例もあるんだ。さすがにやりすぎだよね。そもそも、尖閣諸島周辺海域に侵入してきている中国海警局とは、海上保安庁と同等ではなく、むしろアメリカ海兵隊と同等とみなした方がいい。明らかに軍事組織だしな。もちろん、有事に備えて武器も兵装も充実しているし、艦艇のスペックも明らかに海上保安庁の巡視艇では太刀打ちできないぜ。相手は司法を有している。こちらは機関銃しか有していない。おまけに専守防衛なので先制攻撃を許されない。そんな状況では、どんな兵器や組織が立ち向かってもどうにもならないと、日本の有識者たちは歯ぎしりを繰り返していたんだ。実際、自身らが軍隊であることを誇示するかのように、中国海警局の船舶は尖閣諸島周辺海域で4隻の艦艇群を組み、日本の領海内を意気揚々と活動し、まるで日本側から撃たせようかと企んでいるかの行動を繰り返しているんだからね。中国海警局の船舶の勝手な侵入が相次ぐ中、2021年5月には、八重山漁協に所属する第一桜丸を含む3隻の日本漁船が尖閣諸島周辺海域において、中国海警局船舶からの妨害を受けて、やむなく寄港する事件が発生するまでに至っているよ。実害も出ている状態だからね、ほんと腹立たしいよ。この第一桜丸に関しては、ある日本の右翼活動家がチャーターして尖閣諸島への上陸を目論んでいたとの説もあり、そのことが中国当局をより強硬な対応に導いたのではないかとの憶測もあるんだがな。いずれにせよ、日本の行動は領海内で主権国家として認められた行為を行っていただけであり、それを他国の組織に同行されるべきではないし、一言で言えば日本は領土の主権を侵害されたと言ってもいいよね。そんな中国海警局の横暴に、日本もアメリカも立ち上がろうしている兆候が見られたのは、2021年2月のことだったよ。この件について与党である自民党の合同会議が開催され、会議において外国公船や軍艦が日本に上陸を企てて領海内に侵入した場合、海上保安官が相手に対して危害を与える危害射撃が可能な場合もある、という今までから一歩踏み出した考えを示し、海上保安庁法の法解釈をより現場の判断重視となるように改めようとする動きが起こったんだ。政権与党の一部会がそこまでのことを明言するからには、ある程度の後ろ盾がなければできないはずだけど、その後ろ盾とは、やはりアメリカなんだよね。自民党の会議が開催された2日前、アメリカ国防総省のカービー報道官がある声明を発したよ。これは、日本領である尖閣諸島周辺海域で中国海警局艦艇が、日本領海へ侵入を繰り返していることについて中国海警局艦艇の行動は誤解を招き、物理的な損害を日中双方に招く恐れがあると中国政府を非難し、尖閣諸島における挑発行為等を即中止するように要求したものだったんだ。アメリカが、ここまでの尖閣について明確に中国を非難したことは異例中の異例だね。さらにカービー報道官は、アメリカの立場についても触れ尖閣諸島における日本の主権を支持すると明言したことで、日本国内では尖閣諸島について日本の主権をアメリカが認めた発言として、好感を持って受け取られたよ。自民党の部会での発言は、アメリカのこういった流れを受けた上でのものだったのだけど、アメリカがバックアップしてくれたと喜んだのもほんのつかの間だったんだよね。
カービー報道官の発言に、中国は即反応して、翌日には中国外務省の往復報道局長が反論を展開し、魚釣島尖閣諸島の中国名は中国固有の領土であると明言し、アメリカと日本による安全保障条約は東西冷戦時の産物であり、第三国である我が国の利益を損なうことは許されないと、アメリカと日本の動きを激しく非難したんだ。さらに東シナ海地域の平和と安全を脅かす事態は許されないで主張し、アメリカと日本の動きをさらに牽制したよ。自分たちの行動の方が、平和と安全を脅かしているじゃないか、という突っ込みを入れたくなるのはわかるけど、中国ってもともとこういう国だからね。他人の理屈より自分の信念を優先するわけだし、まあ、何事も万事こんなやりとりばかりだよね。この発言にビビったのか、カービー報道官は次の会見で尖閣諸島の主権は日本にあるという発言を訂正し、さらには尖閣諸島の主権に対するアメリカ政府の方針は従来と変わらないと、大きくトーンダウンしてしまったしね。アメリカさんもうちょっと強気に頑張ってよ。アメリカの言う従来と変わらないとは、尖閣諸島について日本の施政権は認めるが、主権については、日本であるかどうかは明言できないってことだね。まあ、何を言いたいのかわからない方針だけど、アメリカは尖閣諸島は日本領土まで明言しないといい、領土問題があるなら当事者間で話し合えばいいと、事実上日本を突き放してしまったことになるね。カービー報道官、さらに追い打ちをかけるよう日本に対して不利なコメントを繰り返したんだ。さらに日本アメリカ両国首脳による電話会談で確認されたように、日本の防衛に対するアメリカの関与は、尖閣諸島を含む日本本土防衛に協力することを規定した日米安全保障条約第5条に基づくものであると発言したみたい。これまた何を言いたいのかわからないけど、要するに日本本土と明言できるところの防衛は、日本と一緒に条約に基づいてやるということと、日本本土と明言できないところについては知らないよ。あえてこっちは言わないけどねと、明らかに逃げ腰になってしまったわけだね。最終的に、アメリカの立場は従来と変わらず、日本へ肩入れするわけでなく、自国と経済的に強い結びつきのある中国の面目を潰すわけにもいかないということで、どっちつかずのままでいいと、現実逃避したというのが事実だろうな。でも、アメリカ政府は逃げ腰でも、アメリカ海兵隊は勇敢なのかもしれないぜ。2021年11月、航空自衛隊とアメリカ空軍の合同訓練では、航空自衛隊のヘリコプターやアメリカ空軍のオスプレイなどの航空機が尖閣諸島付近海域で捜索、救難訓練を実施したんだ。この訓練は、尖閣諸島や台湾有事を念頭において実施されたものだと話題になっていたね。その直後に中国が艦艇4隻を一度に領海侵犯させたのは、日本とアメリカの合同訓練に対する牽制だったのではという見方をする意見も多いよ。ここで再確認しておきたいんだけど、中国が尖閣諸島の領有権を主張し始めたのは、なんと第二次世界大戦の後のことなんだ。中国は、1971年にいきなり尖閣諸島の領有権を主張し始めたんだけど、その理由は尖閣諸島を含む広大な地域に石油が埋蔵されている可能性があるという報告があったことで、石油利権を欲する中国が慌てて権利を主張するようになったというのが一般的だね。また、国家ナショナリズムを煽ることで国民の団結を図り、共産党政権への批判をガス抜きするのも理由としてあったようで、かつての敵国日本から自国の領土を取り戻すという主張は、確かに中国国民のナショナリズムを喚起するにはうってつけってわけ。中国も韓国もやることは変わらないね。違いがあれば中国の場合は軍事力があって、韓国はそれが乏しいってくらいかな。ましてや中国は、台湾を自国領土として奪い返すことを明言してはばからないし、もしそうなれば、沖縄の在日アメリカ軍や先島諸島駐在の自衛隊が目の上の炭鉱部になることは事実なんだ。そのため、それらの位置に近い場所に軍事拠点を設けようとするならば、やはり尖閣諸島を領有しておくことは必要である、と判断しているようだね。現在の情勢を考えると、尖閣諸島問題について政治的対話による解決はもはや不可能と思わざるを得ないよ。すでに、海警局の艦艇をガンガンと周辺海域に投入するなど、中国は実効支配への足固めを進めている状況だし、このまま状況を放置していると、南シナ海のように人工物を設置して部隊を常駐させるなど、
取り返しのつかない事態に陥ることも十分考えられるんだよね。日本の立場としては、まず自衛隊を尖閣諸島に駐在させることによって領有権を主張することがやるべきことであり、同時にアメリカだけではなく、世界の国々に日本の主張を訴えていくことも必要だな。今の状況を見ると、ただ黙っているだけにも受け取られて日本は妥協していると捉えられてしまうぜ。日本人気質の謙虚は美徳は、国際社会では一切通用しないことを理解すべきだよね。だから今回国境警備にあたる諸組織に武器使用を容認するという議論が持ち上がったこと自体、もう少し評価されてもいいと思うよ。それが実際に法制化され、実現することが一番望ましいけど、アメリカが主体的に尖閣諸島を守ろうとはしてくれない。少なくとも今のバイデン政権がそのような状況である以上、日本は危害を持って自国を守ろうとする覚悟が必要ってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。